毎回レジでポイントカードは持っていますかと聞かれた時の紳士的な対応について、よく買い物に行くレジでいつもポイントカードはありますかと聞かれるのですが、私はカードを持ち歩きたくないので毎回カードは持っていませんと答えています。顔も知ってるはずですが、毎回同じことを聞かれるのが嫌で、それからポイントカードを作ったのですが、それ以降お店からタヌキの絵の迷惑メールがたくさん届くようになり、すぐに解約をしました。今はカードを持っていますかと聞かれても無視をしています。ある日別のスーパーへ行った時、同じようにレジのおばさんにポイントカードは持っていますかと聞かれ、聞いてないふりをしていたのですが、ポイントカードは持っていますかと2回目に大きな声で怒鳴られました。会社の商法の一つだと思いますが、こちらに毎回返事に答える義務があるのでしょうか。大人の皆さんはどう割り切って答えていますか。ポイント集めに熱中する愚民に見えるかと問い返してやりなさい。この質問者の気持ちめちゃくちゃわかるんだよね。ポイントカードのやり取りめんどくさくて時間も取られるし、仮にポイントカードにポイントつけたところで大してたまらないしな。しかも今時財布とか持ってない場合多いし、物理的なカードしかなかったらもうそれだけで邪魔だし使わないわ。みんなはポイントカードとか使ってる？コメント欄で教えて。